さあ、今日も今から午前中ね。なんかさ、どんな会社あるか楽しみじゃない？そうだね、早く仕事をして活躍したいな。だね。皆さん普段知ってる方はおちゃらけたイメージがあると思うんですけども、今日はちょっと真剣に語りたいと思っているのでよろしくお願いします。私が志望する業界の魅力ということで、まず金融業界についてなぜ興味を持ったかといいますと、自分はちょっと金持ちになりたかったっていう、ただそんだけだったんですけど、お金持ちになりたくてこう安定した職業に就きたいと思って金融業界に初めは興味を持ったんですけど、その中でファイナンシャルプランナーという資格があるんですけども、それを勉強してちょっと思ったことを言いたいと思います。で、一番感じる、私が感じる金融業界の魅力としては、金融業界はお客様の人生の重要な役割を担っているということが一番言いたいです。で、それは例えばどういうことかっていうと、じゃあ私河原周平 と大月さんが結婚しましたと、はい、すいませんちょっと結婚したので、で子供ができたとすると、河原周平と舞なんで、シューマイちゃんっていうなんか可愛らしい名前をつけようと思ってるんですけど、そしてそうすると実際将来教育費、シューマイちゃんの教育費がいるので、幼稚園から高校まで公立で約156万円、大学私立文系で約700万円必要だと。で、シューマイちゃんもできたこと、子供ができたことだし、住宅の購入も必要だと。で、一軒家を買おうと思ったら3500万円必要だと。で、保険も加入しなければいけないと、生命保険の支払いがあると。で、老後資金、自分はちょっと将来夜景が好きなんですけども、日本全国の夜景を見たいっていうちょっと夢があるんですけども、その夢のためにも裕福に暮らそうとしたら1億円必要だと。そんなこと言われたら誰だって将来に不安を持つと思うんですね。なので、そこでちょっと今会計塾で勉強してるんですけども、お客様の問題を共有して解決するっていうことで、ちょっとこの小島さんの講義が素晴らしいので、皆さんもちょっと会計塾に興味を持たれたら勉強し、一緒に勉強しましょう。はい、それで例として、じゃ教育費は預金、子ども保険、それは銀行で解決してくれると。で、住宅の購入、それは夢のマイホームをねちょっと買おうと思うんですけど、そうしたら不動産会社で買わないといけないと。で、保険の加入、じゃもしも自分が死んでしまったとしたら、舞さんとシューマイちゃんはもう2人で暮らしてい いけなければならないと。その絶望感を改善するためにも保険は絶対必要だと。で、その保険に入らなければいけないので保険会社と。で、老後資金は退職金の運用して資産運用もして証券会社でできると。で、相続、もしも自分が宝くじ10億円当たってしまったら、相続を子供に財産を相続しなければいけないと。それはじゃあどこで解決するかって言ったら、信託銀行で。言いたいのは、金融業界はお客様の人生の重要な役割を担い、お客様の問題を共有して解決するってことが言いたくて、で、これはファイナンシャルプランナーではないかと私は思っています。で、その他の魅力としては、金融業界の魅力としては、お客様の問題を共有して解決するためにはって考えたときに、解決するためには自分自身を磨き成長させる必要があると思うんですね。お客様のために喜ぶ顔が見たために自分自身を成長させて解決するっていうことを考えています。で、その共有するためにはって考えたら、お客様とのその信頼関係の構築っていうのが必要だと思うんですね。お客様がどのような悩みがあって不安があるのかを共有してその中で信頼関係を構築するっていうのも金融業界の魅力だと私は思っています。で、その中で、その上で自分を磨き成長させて、お客様との信頼関係も構築し、お客様の問題を解決できたら最高のやりがいだったと私は思います。で、将来的には私はファイナンシャルプランナー、例えばとか分かりやすく言うと、お金のお医者さんというイメージで、お客様の将来への不安や悩みを共有して、お客様のご要望に期待以上で応える人生設計を行うことで問題を解決し、満面の笑顔でありがとうと感謝されることが私の夢の一つです。皆さん、聞きにくかったかもしれないですけど、金融業界の魅力について少しでも感じていただければ嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。